どこに当たったか分かんないって言うんだよね。狙ってるのはドローなの、うん、あ、じゃあドローだったらちょっとこっちからティーアップしよっか。ティーイングエリアの使い方とかすごく大事だから、ミスのラインが来るから、ここのラインに来ると大体あんまり芯に当たんないっていうのを示してるんだよね。ちょっとラウンド中なんですけど、ことちゃんが天ぷらするんで、ね、それあのね、いやいやいや、天ぷらするんで、こうラウンド中でもね、こう競技じゃなきゃ本当にこういうのでいいです。普段の練習の時から当然こういうのやるんですけど、ラウンド中に、まあ、どこに当たったかと。で、特にことちゃんさっき話をしてるとね、どこに当たったか分かんないって言うんだよね。で、上は分かるんだけど、先か先端か根っこか分かんないね。塔かヒールか分かんないでしょ、うん、ね、うそー、音とか相当こっちかこっちじゃないと分かんないの。分かんない。まあだからそういうこともあるんで、結局打点とかね、音とかで判断しないとダメじゃない。で、こういう情報ってすごく貴重で、ラウンド中でもかなり意識してなきゃいけないのね。で、今ちょっと天ぷらするからはい、じゃあちょっと集中して打ってみよう。狙い目ヘアウェイ右サイドで、こういう時狙いどうすんのことちゃん。例えば今のまあなんとなくさ、はいはい、こうルンルンな感じでこうやって入ってるけど、何考えてんの。何考えてるの。こっち方向を狙うって言われた方向に何があるか考えて、まずそっちの方向に打つって。あ、そうなんだ。私何ボールヒッターなの。何が出るの。ボールは例えばざっくり言うと、捕まる系、まっすぐ系、逃げる系。よくわかんない。出たとこ勝負。出たとこ勝負。でも今はドライバーはドローを打つようにしてます、飛ぶように。ドローを打ちたいと思ってるのね。はい、で、出る。いやいや、まあ狙ってるっていうのと出るはちょっと違うでしょ。でも狙ってるのはドローなの。はい、あ、じゃあドローだったらちょっとこっちからティーアップしようか。はい、はい、距離が出ない選手でもやっぱりこうティーイングエリアの使い方とかすごく大事だから、そう、こっちから、そうだな、一番こう右ヘアウェイ右サイドの高くない丸くなってる木があるでしょ、はい、あれの左端ぐらい、はい、あれよりちょっと左ぐらいでいいけど、そこからじゃあドローをってイメージ、はい、分かった。自分でしっかり素振りで意識して、とりあえず捕まえるっていうことが大事だよね。そうイメージして、そう、まず右サイドにアライメント取って、おお、よかった、よかったよ。ほうほうほう、はい、まあでもこれでもこれまだね、ヒールの上っていう打点はちょっと危ないの、うん、でもし芯に当たるっていう人だと、もしミスヒットするとヒールの下から遠上のラインにこうミスのラインが来るから、ここのラインに来ると大体あんまり芯に当たんないっていうのを示してるんだよね。だからこのヒールの上っていうところはちょっとこう曲がりやすくて警戒しなきゃいけない打点だよっていうことで、コース内でチェックするのは結構重要ですね。で、あとやっぱりこう飛距離が出ないから、もうなんとなく真ん中構えて「えいやー」みたいな感じでことちゃんも打ってっちゃうから、そういう感じではダメなの。できなくても狙うの。狙うのはもう自分で努力目標でできるでしょ。でもなんかこう何も考えないで「はいはいはい」みたいな、うまいんだよ、うまいの。勢いもあって、なんかこうプレリズムも速くてすごくいいんだけど、もうちょっとこう考えたいよね。いい、ちびっ子はね、情報量を抱えられないの。だからいっぱいのことを考えて打つことはできないんだけど、そんな難しいこと言ってないよ。泥を打ちたかったら、左サイドに空間を広くね、左に立って、右の空間を広く取って、捕まえてくださいって言ってるだけ。今度フェード打ちたいんだら逆ね。左の空間を広く取って、左引っかからないように打ってください。これ基本的なことはどのレベルでもチャレンジすべきっていうことですね。わかった？はい。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。